はい、こんにちは。投資カタクです。まあ今日はね、久しぶりに、まあ最近ね、久しぶりに動画上げるっていうの多すぎてね、えー、まああの、本当にね、動画のアップロードが落ちてきています。まあこれね、結構みんなそうだと思うんですよ。うん、俺もそうだし、他のね、えーまあ、配信者の人もそうだと思うし、まあ婚活系の人もそうだと思うんだけど、 えー、まあみんなね、配信が少なくなってきてます。まあやる気がなくなってるんですよ。で、なんでかというと、これ簡単で、えー、まあ報酬がね、本当に、えー、めちゃくちゃ下がった。もうね、10分の1とかになってます。10分の1どころじゃないよね。めちゃくちゃ下がってるんで、まあそうなってくると、まあみんなね、やる気出ないと思います。うん。あくまでこれは、あのー、 何て言うの,あの労,労働というかさあの、会社員では,ではないので、あのー、仕事に対する報酬イコールやる気になるわけですよ。うん、会社員だったらねあの、やる気とか関係なく仕事はやれって言われるんだけど、まああのー、会社員以外はね、あのー、仕事やってもやらなくても、あのそれはね、 あのなんか、頑張ったとか、頑張ってないとか、そういうの関係ないから、全く。うん。報酬が、その成果、自分を評価するものになるわけで、まあ、その報酬がね、低いと、もうこれはね、やる気喪失ですね。うん。やる気が出ないということになります。なんで、まあの、まあの個人事業とかね、えー、フリーランスとか、負け者の方、多分わかると思いますよ、これは。うん。 まあ自分がね、まあ、頑張ってるとか頑張ってないとか関係ないからね、そもそも。うん、その頑張る、頑張らないっていう、そのそれがね、まず関係ない。何、うん、て言ったらいいんだろうな。まあ、あの、会社員の方とか結構ね、僕の動画見てくれてるかもしれないんだけど、うん、そ,のそれ以外の人って、報酬、まあ、あの、 あの売り上げ引く経費イコールっていうまあ個人事業だったらねになるわけで、えー、まあ法人だったら役員報酬ですよねがいわゆるまあモチベーションなわけで、まあ、もちろん法人だったらねあのあんまり役員報酬取らないっていう、まあ、パターンももちろん選択できるんだけどまあ まあ、ある程度ね、報酬に比例して、まあ、やる気が出ますよね。うん。売り上げとか報酬に比例して、まあ、やる気になります。なんで、まあ、YouTube がね、稼げなくなるっていうことは、まあ、やる気が出なくなるということです。うん。まあ、こんだけね、えー、コロナ禍でね、あのー、自宅にいる時間が長くなって、 いろんな人がね、参入してくると、やっぱりね、一人当たりの報酬って必然的に下がってくるよね、うん。今まで100人しかいなかったのが1000人とか1万人になると、やっぱりどうしてもね、一人当たりの報酬ってこれはあの下がってくると思います。うん、なので、そういう意味ではね、まあ、今始める人はもうね、ダメかなと思います。今始めてもね、 お金になんないからね。うん。ほとんどね。だから、しかもなるまで大変だからね。ということで、まあ、だめかなとは思いますね。うん。これから衰退していくんじゃないかなと思います。まあ、俺はね、別に、これ、これがね、仕事じゃないから、あの、これあくまで雑談というか、もう趣味の、趣味の領域で喋ってるだけだから、別にね、あの、これはね、あの、 これで食ってる人は本当大変だと思いますよ。えー、だって、この前まで、例えばさ、1000バもらってたのが10分の1とかになって100万とかになるんだよ。生活できないよね、どう考えても。でしょ登録者何十万人とかいる人がさ、えー、何十万人だったら多分、まあまあいると思うんだけど、あのー、いきなりさ、1000バもらってたのが100で100倍ぐらい <laughs> になるとさ、 きついでしょ、生活。どう考えても、普通に家賃代も払えないと思うよ。うん。きつい、きつい。だから、まあ、こういうね、業界って、入れ替わりが激しいんだよ。生き残りが激しい。だから、ま、あの、安定求めてる人は、まあ、やんない方がいいね。うん。あの、普通に10分の1とかになっちゃうから、報酬が。 でも、会社員だったらそういうことないじゃん。いきなり、じゃあ明日から給料半分ですよとか、そういうことないから、サラリーマンの場合ね。うん、いきなり10分の1になるとか、そういうこともないし、まあ、そういう意味ではね、あの会社員が一番安定してていいと思います。正直言って。うん。まあ、それはそれでね、あのそういう考えもありだと思います。安定を求めるサラリーマンと自由を求める、それ以外みたいなね。まあそういう構想はいいと思いますけどね。